さてやりますか。ウォール田辺。あ、これウォール田辺って名前になったんだ。書いてるウォール田辺って。頼りねー。スポンサーらしい。あ、そうなの？これが？まあ、無理そうだね。おー、なんか、割とできてる。割とできてきていいね。うーわ、すげえことになってんだ、ここ。とんでもない住環境なんだけど。過去一拠点の足場が悪い。いやー、悪いねー。ちょっと歩いたら死みたいな。ちょっと飯欲しいな。世界政府寮なんか終わってね、この世界政府の飛び地。クリーグ未了は？なんもない。何にもない。飯ないか、飯。そこある？共有倉庫にご飯あったよ。いや、今なくなった。今なくなったみたい。どうやら。飯探すか。災害対策本部。ここにも飯ね。でも終わってる、この辺。やっぱり。TP してきて。おー！よかった。それ私の、え、どういうこと？え、シラソルが育てたやつを、89さんが代わりに渡してきたってこと？シラソルからもらった。あー、叩き殺したのか。全部くれって言われた。まあでもよかったね。シラソルもアピールできるようになってきたね。そういうのが。ちゃんと私のだよって。ダメン料言ってみようっと。え、マジで高いな。おー。いいですね。あれな、ここ、もうダメン料なの、ここ。上空はこれ誰のものになってんだこれ。知らぬ間に接続されてた。あ、これ接続部なんだ。あー、カワモンが作って接続させたのね、ここ。あー、天空が接続されてる。ここなら災害も大丈夫そうだな。出来子さんは何をしてるのそれ。新興勢力、上位存在。あー、出来子さん、上位存在っていうグループなんだ。今からメンバー集めるわ。あー、上位存在組？名前がちょっとって感じするけど、ダッサ。まあ、上位のね、人を恋し者たちが集まる。高次元生命体的な？後でまた来てくれや。え？なんで俺死ななかった今。俺ベリーの上に落ちて死ななかった俺。ここ何？なんか神社できてない。何その神社。おい、なんで仏像がいるんだよ神社に。君子、これは、神の怒りを調べる、鎮守者です。ちょ、待って、お前、社じゃねえよ、お前、ちげえだろ。祈りと神の力を持って自然災害、お前、異教徒だろ、お前、どっちかっていうと。このお社には荒神がおられますが、今日は留守のようです。神への供物を祈り通さ、チェストへ供物をどうぞ。石のつるはしと木の斧。お供え用、神用、天の村雲の剣。仏像がさ、天の村雲の剣とかの話して大丈夫なの？くんさん見て、ダイヤ剣。あ。まあ、しょうがないね。まあ、仏像だし。くん、カンカン。なにこれ？くんさん、こんにちは。動物保護総合管理所。前回のサバイバルパートでは大災害が起きましたね。そこで私たちはそんな震災に巻き込まれた動物を保護し、飼育する保護活動を始めました。あー、いいですね。つい最近保護活動をしていたところ、世にも珍しい絶滅動物を発見しました。見に行きましょう。はい。あー、こちらが最近保護した生物、震災などホラーに挟まれているところを保護しました。ここでライム鳴き声。ライム悪くないもん。あるさ。ちょっと待って。手首に紋章があるね。数千年前に絶滅したでライムモンキーだと思われます。うち何もしてないじゃん。ライムモンキーは1回で裏下げて数千メートル近く移動することができ、逆にその遊牧民的な習性が絶滅の原因になったと言われています。ああ、なるほどね。プンさん、こんにちは。はい、こんにちは。おや、こちら所長のフンコロガシ。幼稚園卒業後に生物学を学び、幼卒なんだ、すご。近年ではウソーベル賞を受賞し、この保護施設で研究している方です。飛び級えぐいな。あはん、この生物はとても奥が深いって話なんだよね。もしかしたらまたウソーベル賞を受賞できるかもね。ぜひともこの生き物を増やしたい。やめよう。それは。あうあうううううううライム頑張ってるね。あうまだですね、実は明確な繁殖方法が決まってないんです。
そこでクンさんに頼みたいことあるんですが、あそこの檻の中にある黒曜石の中でアットワールをして TP してもらってライムに気が合うかどうか試してほしいんです。あ、ここね。あ、 OK、 じゃあスペックで入るわ俺。はい、 TP アットワールするよ。なるほどね、博士自体が実験台だったってことか。なるほど。これは参加者でも有名なフンさんではありませんか。もしかしたらライムの気があって繁殖ができるかもしれません。あー、確かに繁殖させてみようぜ。確かにね、繁殖させよう、繁殖。あー、死んだ。失敗ですか。あー、こいつは成功か、にょーん。あれ、台本がバグってる。失敗したみたいだね。これは必要な犠牲だという、次に生かせばいいんじゃない。あの、2行遅れてます。まあ、繁殖失敗か。なんかいろいろあるね。ゴッド G の一族でも最強。ゴッド信号。スパイク、スペシャルなアンアン。お、やばい。その顔つき。これはない。説明なし。ドルボス、カワボ、ウジョウ。まあ、次は繁殖できたらいいね、ライムが。これどこから帰るのこれ。あー、ここから帰るんだ。おー、プンペが作った。これどここれ。動物組料変なところにあるけど、まあいずれ波に飲まれるでしょう、こんなところ。ほっといても。くんさん、自分、朝日さんから解放されたいです。何をしたらいいでしょうか。何でもします。朝日さん、この位置で抜けたから本当に何もできません。あー、もうかちゃんこっち来てよ、じゃあ。こっちで解放するよ。こっち来て。かちゃんこっち。かちゃん、かちゃんこっちだって。こっち来て。今はまだ解放されなくてもいいみたい。リリーが言わないんだったらいいんじゃない。気が変わったらまたで。プリン、このままでいい。あー、朝日来たじゃん。かちゃん、横横。朝日来たよ。よかったね。俺で遊んでもらって。一緒に。エンジョイ。あ、こんなになってたんだ、外。はしごがついてる。あ、いいな、これ。え、しかも結構分厚い層になってる。おー。あ、うん、いる。何これ何これ、なんかすごいね。壁の中も利用可能になってるんだ。で、ここに繋がると。おお、なるほどね。田辺さんが夜中作ってた。ここもなんかちょっとなんとかしたいけどな。この下非常に景観が良くないね。くん来て。はい。先の巨大地震は人工地震である。人工地震兵器はすでに開発されており、今こそ我々は立ち上がる時なのだ。ツイッターで見たことあるな。そんな突拍子もないことを言って証拠はあるのか。ある。まずこの日本にはたくさんのプレートが存在する。その視点を 2,3 個の原子爆弾を使い爆発させることによって大震災レベルの地震を起こすことができるのだ。数十年前の震災でそれはすでに証明済みだ。ソース、パパ。あ、コウタのお父さんが、まあ、言ってたんだ。あーあー、そんな一体どうしたら地震変異から身を守れるのですか。死ぬという行為は宇宙の皆様が宇宙全体の複雑に絡み合った仕組みの中、一番最適とされる道が選ばれた結果行われること。そして宇宙の皆様は私のことを一番に考えてくださっている。そのため私の大切な友人や仕事などがなくなることで生じるモチベーションの低下は宇宙全体にとってマイナスの作用を及ぼすため、私の知人がなくなることは私が生きている限りはまずない。不老不死？つまり皆さんは私が運営する宗教コウタ教に入っていただく。こうすることで宇宙全体の加護を受けることができ、地震変異からの身を安全を確保することができるのです。宇宙の皆様っていうのは、まあ、お母さんの教えですね、こうたん。すごい、入ります。わかりました。では、入信の儀式でこちらの装置に腰をかけてください。あそこ？これは、まった。この装置を使い、宇宙の皆様によって加護されている私の一部を体内に取り入れることで、皆さんの身の安全は宇宙の皆様によって確保されます。はい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 。何をするんだ？ふざけるな、俺たちにうんこを食わせようっていうのか？はぁ？そんなデタラメ通用すると思うな、お前が喰らえ。うわ、話せ。自分から入っていくのが。うふぅー。あー、なしが上にいて、ブリブリ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、フィンじゃないが、フィンじゃないが、全然フィンじゃないやろ。終わらせるな。フィンじゃないやろ、全然何も。何が起こった。うんこ食って終わりじゃねえか。落ちて適当すぎる。
むぐぐ終わり。いやちょっととんでもない、とんでもないクリーム、やっぱ高タン、とんでもないよね。なんか高タン色がすごい強いね。なんかこのネタの高タンカラーが強い。高タンネタ頑張ってるからこっちの領地もあげるよ。ここもこの横もこれなんか誰かの土地だった気がするけど、誰かの土地だった気もするけど、そうじゃない気もしてきたから、ここを全部あげるよ、この辺も。この辺全部。ここまで。くんさん来て、世界政府でネタがあります。はいはいはい、ひまじんさん。はい。なんでしょう。世界政府でネタがあります。はい。なんでしょう。俺誰かにブロックされてる？なんも見えん。いやいや、だってね、熱意のある陰キャ転生率いるグループだから、まあ、あるかなみたいな。だってだいぶ時間もあったし、なんかあるかなみたいな。俺らの功績、ペリガキ組からダイヤ装備埋まってマグマに燃やしただけっす。もうなんか裏で足引っ張ってるだけじゃねえか、マジで。もう敵対モブじゃん、マジで。やってることが。ひまじんさんが捨て犬を保護してたらしいけど消えた。捨て犬はどこ行ったの？いなくなったの？犬。捨て犬どこかで飼育されてきたの？盗難。ここえどこ、あーあー、捨て犬いる。これか、かわいそうに。捨て犬だ。完全に飼い主から捨てられてる。緑のものなんかばらまきまくってる。飼い主のリードか、この緑のやつ。ふん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 、なんだこの緑の。ふんふん、これがリードなのか。なんか真っ暗になった、ポチタが。うわー、あー、心が暗く染まってる。リードに名前書いてません。北浩二って書いてある。前飼い主なのかな。飼い主いないね。まぁ、あ、ちょっと待ってたら来てくれるかもしんないから待ってるしかないね。こっちにも捨て犬が。あぶな。どこ、ひまじん、捨て犬見つかったよ。いたいた。ひまじんさん、捨て犬いたよ。あれだ。あそこあるよ。TP するからね、ひまじんさん。まあ、TP したんだよな、まあ。もう一回するよ。あれあれ。あそこあそこ。あれだよ、ひまじんさん。直前まで採掘してたよな。まあ、消えたと見積もった方がいいんじゃない？ああ、残念だったね。まあ、誰があそこに置いた？だから、ひまじんさんの捨て犬、なんか、あそこ置かれてるよ。保護犬。二頭もいるし。ひまじんさん？何してんの？こっちだよ。どこ？いや、ここだって。あそこにいるよ。捨て犬。多分さっきひまじんが下の水に飛び込んだ時にワープした。ああ。地震の時にガチでワープしたんじゃね？なんか。なんか犬がどうしたこうしたみたいなのって。呼んでやるか。救助しないよ。はい。ほら。俺やるから。いや、ワープはない。多分誰かの首輪がついてるのを勝手にパチったから。ちょっと待って。それ泥棒ってことで、それ泥棒じゃん、ただの。ただの泥棒じゃないそれ。なんか、犬泥棒じゃん、もう。やってることは。そもそも捨て犬じゃなくて、誰かが飼ってたのを勝手にこう、なんか自分の我が物にしたって、俺のじゃないね。暇人のじゃないのか。あと、犬泥棒さん、下にもいますよ、犬。座ってたらワープしなくね。だから誘拐したのに。やば。犬泥棒やばすぎ、マジでやってること。サイコパスだ。おい、けたか。あれも違うっぽいな、多分。犬泥棒に反応してない。誰かの犬だわ。俺のじゃないから殺そう。やば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 。こいつやば。あ、殺してる、殺してる、殺してる。突き落として殺した。とんでもねえな。世界政府、ひまじんがやったこと、ペリガキ組のダイヤを燃やす。その2、飼い主不明の犬を殺害する。なんか燃えてね？なんか燃えてね？なんか普通に。なんかめっちゃ燃えてねえか？なんか。なんかめっちゃ燃えてるで。しかもペリガキ組の拠点。めっちゃ燃えおるよ。なんでや？災害モッドか？これもまた。まあなんか、あれかな？なんか自然発火、自然発火みたいな。世界政府だけ燃えた。まあじゃあしょうがないな。局所的な日だな。まあ、最近乾燥してるし、しょうがないね。くん来て。はいはい。何これ、何してんのこいつ。
とある筋からの情報なんですが、進めすぎるなと言われてるのに裏で森の妖怪を攻略したやつがいるらしいんですよ。なーに、やっちまったな。謎にダイヤの馬鎧つけてるやついますよね。一体誰でしょうね。ライムの剣もあってさすがにないだろうと思ったんですけどね。え、ライムじゃないのそれやったのって。タコワサーチキューさん、ちなみに森の妖怪はバレないように解体したらしいです。 VC で息を泳いで語ってました。うち知ってるよ。ライム誰だ。そんなことするやつ参加者なんかいるわけないじゃん。いや、っていうかさ、まあ、ライムだったら、まあ、正直まだ入ったばっかりだしノリ分かってないみたいなのあるけどさ、昔からいるやつとかだったら絶対しないじゃんそんなこと。まあ新しいやつとかだったらまあなんかうわーまたやらかしたわみたいな感じだけど、森の妖怪解体って相当やばくない、やってること。そんなことするか。洞窟掘ってたら森の妖怪で殺されたから池子の部屋。おい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 、クソガキ、池子の部屋燃やすんじゃねえ。武士取り返すために5匹のうち1匹だけ殺した。え、どういうこと。あ、じゃあ攻略はしてないってことね。その森の妖怪はどこ。どうせなら全部壊しちゃえって。ん、何言ってんの。攻略はしてないけど解体はしたってこと。あー、なるほどね。攻略はしてないと、さすがに。だから解体はした。なるほどな。もうどうにでもなれで妖怪全部解体。話変わりますけど、ふんこさんペット減りましたね。少し寂しくありませんか。寂しいですよね。あー、確かに減ってきたね、ふんこのペットな。あチュッパ、ふんこのペット減っちゃったよな。なんかその前に一応現場見て。何、現場どこ。あ、イモムシが言ってるらしい。現場のイモムシさんは、なんか妙なさら地がある。確かに妙なさら地がある。なんかマイクラのバイオームにしてはなんか不可解なさら地あるよね。なんでこんなところにさら地があるんだ。なんかここだけ木が生えてない。ライムもここまではやらなかったぞ。確かになんかライム越えじゃない。ライムも、さすがのライムも森の妖怪全解体みたいなことしてなくない。ライム以上じゃない、やってること。ライブ越えしてるよね。ああ、もうバレそうだからな、もう全部解体するかって。全部なんてことにしたらいいわって思って全部ぶっ壊すみたいな。やばすぎ、やってることいかれてる。ライブ、これが本物やぞ。物資は全部捨てた。ああ、トーテムとか、あ、なるほどね。ここにあった、もうすべての物資はもう全部叩き潰して、ここに洋館なんてなかったっていう形にしたんだ、もう。洋館なんてものはここには存在しない。はい、なかったです。せっかく証拠隠滅するために解体したのに職人しないわ、おさ。確かになんか妙だもんね、この空間が。なんかおかしいよね、この空間なんか。ここだけ何が起こったみたいな、ここで。ここで将来ネタの建設をする予定だった。土地だけは手に入ったと。じゃあちょっともう、チュッパ選んでいいぞ。フンコのペットになるか、もう一度森の妖怪を再建するか選んでいいぞ。あの、森の妖怪をもう一度作る。もう一度森の妖怪を立て直して、俺らがまた攻略に来るわ。森の妖怪あったぞーって。とチュッパの、まあ、妖怪を作ってもらって、ちゃんと敵モブ役もなんかちょっと用意してもらって、適当に。じゃあ再建よろしく。あの、別の森の妖怪から連れてくる。最悪。あの、ちょっと殴って連れてきて、みたいな繰り返して完全再現。ふざけた場所だなぁ。よし。この辺のなんか、死に地何もされてないの。この辺の死んでる土地。うわー、たくみくんすごいの作ってるね。待て、行くな。大丈夫かな。いや、壊れないかなーって、心配で。壊れないかなー。大丈夫かな、あれ。大丈夫かなー。壊れそうな匂いがプンプンするなー。くん、来て。新興勢力、上位存在量、TP アットR。あ、誰も来なかったんだ。誰も来てくれなかったんだね。じゃあ一人。あ、出来横だって。出来横 TP アットR された。出来横だね。本日は新興勢力、上位存在の面接をお越しいただき、ありがとうございます。では、まずあなたの名前、年齢、学歴、聞き手を教えてください。教えて、出来横さん。出来横です。19歳です。大学生、右利きです。次にあなたの兵勢力への志望理由をお聞かせください。おー、志望理由か。
そうですね。やっぱり新しい勢力を盛り上げたいからですかね。悲しい、悲しい一人芝居が始まっとる。あなたが思い描く未来の姿は最強。令和の虎。ありがとうございました。気をつけてお帰りください。お、死んだ、死ぬ、死ぬ、死ぬ。じじ。